い富士山すごい。すげえ富士山。そう、すごい。今日はなんだっけ、キャンプ場の名前。天使の森。あ、天使の森キャンプ場に向かっております。いきなりオープニングが通る。オープニングが始まった。そう。しかもキャンプ場の名前忘れてる。いきなり。これかな、これだね。まさにたぬき湖に行っちゃうね。だって天使の森もこっちだもん。ほら本当だ。でまだまだ上がっていいのかな。天使の森キャンプ場、これ左、これか、これだ、左だ。はい、あ、上がんなくなっちゃった厳しい。何これ、結構入ってきますね。あ、これだ、天使の森。この先800メートル、キャンプ場第3オートキャンプ場も、ここすでにキャンプ場やん。そうなんだ、うん、あれかな、あ、この上だ、右側の。おお、なるほど。管理棟どれ、もうちょい上、広場の手前だから、もうちょい上の左側。え、あれじゃないの。あ、あれだ、通り越したな、前の車についてちゃったよ。 あれだよね、絶対あれだね、そうだね、前の車についてこっちから行けないよね。行けない、危ない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 。そのヨタヨタ戻るのやめろ。こうだって、難しいから荷物が怖いんだもん。だってそれはでもその辺考慮してサクッと思う。でかい荷物でも、しかもね、坂道でね、 U ターンとかね、立ちこけの動画でよく出るやつや。いいいい、ここ駐車場、うん、よいしょ。そこか。うわ、結構な、これはハードルが高い。うわ、よいしょ。あ、怖い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 。どこ？よいしょ。はは、なるほど。よいしょ。はーい、それでは一旦設営終了したので買い出し行ってきます。よいしょ。ほい、よいしょ。なかなかな坂道だね、今のところは。この辺いいとこだよね、川沿い。本当だね。はい、もうなんか自由な感じ、身軽で来てない。はい、で左に行くとたぬき湖で富士山。わあ、気持ちいい。今日は本当にキャンプ日和だけどツーリング日和だ。あれ、これ右だよね。そうだよね、言ってよ早く。聞こえないんだよ、マフィの音は小さすぎて。畑
トカーが。よし、追っかけるの。それそれ、もうそれだよ、すぐ右側。海穴。あ、海穴の宮は漢字だった。平仮名じゃなかった。え、海穴に入ってくよ。パトカーが。パトカーが。なんでや。どうかしたのかって調べてる？あ、じゃあ事故ったの？お酒買いに行っちゃいました。ということで、うわー、なんかかっこいいジムニーだ。先にキャンプ場に戻ります。車でキャンプ行くってなるとね、いつもだいたいキャンプ場に着く前に買い出ししてから行くから、なんかこのバイクだと設営して荷物を下ろした後にツーリングがてら買い出しに行けて楽しい。前回のソロキャンプの時はまあソロだしっていうことで、うちから食材を持って行って買い出しも特にしなかったんだけど、この辺はでもね、昔ジムニー乗ってた頃にもう本当にこの辺しょっちゅう走り回ってたんで懐かしい。今はね、結構日が出ててあったかいんだけど、林間サイトなんでね、日陰は結構冷えますね。日が落ちてきたらすごい寒そう。あ、ここだった。危ない、ここでした。前の車についてっちゃうところだった。危ない。さっきね、設営するときにバイクの上にヘルメット置いとくと危ないから下に下ろしておこうって思って手滑らして、すごい下に落としてしまいました。ヘルメット、 GoPro のフロントディスプレイにも傷がついてしまった。だいたいね、そんな感じ。いつも何もしない方が良かったという。どこだっけ。あ、ここだ。ここです。吹いてる。ああ、まあいいんじゃないの。いただきます。
ーい、撤収完了しました。はい、積載はこんな感じです。モンキーちょっとしか乗りません。だいたい毎回こうヘルメットかぶってからバッグ背負おうとしてさかぶれなくってさ、またヘルメット脱いでさそういうことの見てました。見られてないかなと思ってヘルメットかぶってそれが遅い原因なんだからさ。ヘルメットかぶったらあ、ショルダーバッグ背負ってなかったと思ったけど、パパの方見たらなんかどっか他の方も言ってたから、あ、よかったバレてないバレてないと思ったのに。ショルダーバッグを長くすればいいじゃん。あ、そっか。はい、 OK です。え、いきます。はい、はい、ありがとうございます。また来ます、月末。やっぱ風が冷たいね。今暑かったからちょうどいいね。